はい、どうも藤井です。今回紹介するのはザ・ジーザス&メリーチェインです。80年代中頃にセックスピストルズ以来の衝撃と言われて登場してきたバンドですね。どんなやばい危ないバンドだろうって思いますよね。最初はそういったスキャンダルスなイメージが先行していましたが、実際の作品はどんなものだったのでしょうか。今回は自分がリアルタイムで聞いたオートマチックを中心に、ジザメリがどんなバンドだったのかを喋っていこうと思います。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを紹介しています。80年代の日本と英国を中心に徐々に範囲を広げていくつもりなので、よろしくお願いします。ジーザス&メリーチェインは1984年にイギリスで結成されたロックバンドです。ボーカルのジム・リード、ギターのウィリアム・リードのリード兄弟と、ベースのダグラス・ハートによって結成されました。そこにドラムのマレー・ダーグリッシュが加わり、ライブ活動を開始します。1984年11月にシングル「アップサイドダウン」でデビューします。ちなみにこのシングルは90年代にかけて重要なバンドを多く世に送り出したインディーレーベルのクリエーションレコーズから発表されました。しかしその直後にドラムのダーグリッシュが脱退し、代わりに助っ人としてプライマルスクリームのボビー・ギレンスピーが加入しています。もともとドラマーではなかった彼のプレイスタイルは、スネアとフロアタムをスタンディングで叩くというもので、ベルベット・アンダーグラウンドのモーリン・タッカーを意識したものでした。そしてこの時のバンドのサウンドは、激しく歪んだギターとフィードバックノイズが鳴り続け、その奥から気だるいボーカルが聞こえてくるというもので、ライブパフォーマンスでは客席に背を向けて演奏し、演奏時間は 2,30 分という短いものだったようです。そういった態度に観客が怒り、暴動になることがしばしばあり、それをメディアがかきたてて煽り、そういった中からセックスピストルズ以来の衝撃という言い方が出てきたようです。1985年にはブランコイ・ネグロと契約し、11月にファーストアルバムサイコキャンディーを発表します。彼らが影響を受けたのはベルベット・アンダーグラウンドやストゥージーズの他に、シャングリラズやナンシー・シナトラのような60年代ポップスもあり、実際そのギターノイズの奥から聞こえるメロディーは非常にポップなもので、それこそが彼らの新しかったところで、60年代風ポップスをこれでもかというぐらいノイジーな音でやる気なさげに演奏するというのが新たな発明とでも言うべきものでした。そしてそれは明らかに後のシューゲイザーに決定的な影響を与えました。翌86年にはベースのダグラス・ハートが脱退、ボビー・ギレスピーもプライマルスクリームに専念するため脱退しています。その後リード兄弟はドラムマシンを導入してセカンドアルバムダークランズを制作、1987年9月に発表しています。この作品は彼らの最大の特徴だったフィードバックノイズがかなり後退し、メロディーが前面に出たアルバムになりました。しかしその結果広く受け入れられ、全英チャート5位を記録するヒットになりました。そして2年後の1989年10月にサードアルバムオートマチックを発表しています。前作に続きドラムマシンが使用されていますが、より積極的な使われ方がなされ、前作よりアップテンポのノリの良い曲が増えました。そしてギターサウンドも前作より激しくなりました。といってもファーストの頃のようなフィードバックノイズが鳴り続ける感じではなく、コントロールされたノイジーさです。ノリの良さ、ノイジーさ、メロディアスさがバランスよく、ロックバンドとしてのかっこよさも出てきました。1曲目 Here Comes Alice はミドルテンポながらファズのかかったギターが前面に出ていて期待値が上がります。2曲目 Coast to Coast はアップテンポのノリノリの曲ですね。
3曲目ブルーズフロムアーガンはグラムロック的でキャッチーな曲で、シングルカットされています。4曲目ビトウィンプラネット、こちらもアップテンポのノリの良い曲、自分はこの曲がなんかとても好きでした。90年ぐらいから曲をたくさん作るようになるんですけど、その頃作った曲にほぼ丸パクリの曲があって、まあ世に出してはないんですけど、なのでこれ今聞くとちょっと気恥ずかしい気持ちになります。5曲目は UV レイ、打ち込みのビートがかっこいい、ギターもノイジーでかっこいいですね。アナログだとここまでが A 面でした。 B 面に移って6曲目 Highway of Playing、こちらもグラムロック的な分厚く重ねられたギターサウンドがかっこいいです。7曲目ヘッドオンもアップテンポでノリの良い曲ですね。シンプルで耳に残るキャッチーさがあります。後にシングルカットされてますね。8曲目 Take It はこのアルバムで一番ノイジーなギターが聴ける曲です。ファーストの頃のような不穏な感じがありますね。後半の激しい打ち込みのビートもかっこいいし、なんだかんだでこのアルバムで一番好きな曲かもしれません。9曲目 Halfway to Crazy はアコキも入ったちょっとまったりめの曲です。10曲目 Gimme Hell はストゥージーズを思わせるヘビーな曲、これも前作にはなかったうるさい曲ですね、大好きです。アナログ版はここまで全10曲でした。自分がジーザス&メリーチェーンを知ったのはセカンドアルバムダークランズが出る頃だったと思います。洋楽を聴き始めたのは85年頃だったのですが、その頃は情報源が FM 情報誌で、そこでは地ざめりの記事を見た覚えがないですね。見落としてただけかもしれないんですけど、まあそれが87年頃からフールズメイトとか宝島とかを読むようになり、そういった雑誌に地ざめりのことが載っていて、どうやらセックスピストルズ以来の衝撃と言われた、まあ、すごく過激なバンドらしいと、それで興味を持って、でその頃知った、まあ、輸入版を扱うレコード店でダークランズに収録されたエイプリルスカイズっていう曲の12インチシングルを買いました。それでどんな激しい曲かともドキドキしながら聞いたんですけど、エイプリルスカイズはなんか普通のロックだなって感じで、どこが過激なんだろうとか思いつつ、まあそれでまあ B 面も聞いてみたんですね。そしたらまあ来ましたね、もうギーとかガーとかいう、まあギターだかなんだかわからないノイズサウンド。曲自体は古めかしいロックンロールなんですけど、今まで体験したことがないレベルの耳障りなギターですね。 B 面はキルサーフシティとボディドリーのカバー Who Do You Love ですが、どちらもノイジーで怪しい雰囲気を醸し出しています。これは結構やられましたね。あ、これがセックスピストルズ以来の衝撃かという感じで、それでアルバムを買おうかと思ったのですが、どうやらダークランズはエイプリルスカイズみたいな方向らしいと知って、まあ、それで買うのをやめました。で、ダークランズをちゃんと聞いたのはだいぶ後になってからですね。そこから、ちょっと時間が経ってオートマチックが出た時、リアルタイムで買っています。その時はアナログ版でしたね。なんで前作を買わなかったのにこれは買ったのかよく覚えていないのですが、まあ、キルサーフシティみたいなのを期待してたのかな。しかしこれ最初聞いた感じ、まあ、前のシングルとは違った良さを感じて気に入ってよく聞いていましたね。打ち込みのリズムもかっこいいし、キャッチーさとノイジーさのバランスが良かったんでしょうね。その後のジーザス&メリーチェインですが、1992年にフォースアルバムハニーズデッドを発表します。これはマッドチェスターの後、シューゲイザーブームも落ち着きを見せ始める頃の作品ということになります。ダンサブルなビートに厚みのあるギターサウンド、ポップなメロディー、まあこの時代の音であり、地ざめりのキャリアの集大成のような音でもあります。1994年には一転してアコースティックなフィフスアルバムストーンド&ディスローンドを発表。間にコンピュレーションアルバムを挟み、1998年に6アルバムマンキーを発表。
こちらはエレクトリックなサウンドになりました。しかしながらこの頃にはリード兄弟の仲はかなり険悪になっていたそうで、翌年には解散してしまいます。しかし2007年に再結成し、2017年にセブンスアルバムを発表しています。ザ・ジーザス&メリー・チェインはポストパンクの末期に登場し、60年代的なポップソングを耳障りなノイズギターで覆うという発明をしました。それはそれまでのポストパンク勢のロックを解体し更新していく姿勢とは少しベクトルが違うように思いました。ジザメリは根本的にはロックンロールバンドなんですよね。彼らの姿勢はちょっと後ろ向きに見えたかもしれませんが、80年代中期から80年代末のマッドチェスター、シューゲイザーに至るイギリスのシーンで大きな影響力を持って時代を先に進めたのは間違いないと思います。こうして時間が経って後進への影響ということを改めて考えてみると、セックスピストーズ以来の衝撃というのもあながち間違いではないように思います。それは当時のメディアが書き立てた、破滅的反社会的といったマイナスイメージではなく、これなら自分たちにもできるかもしれないと思わせ、シューゲイザーなどのノイジーなギターバンドがその後どんどん出てきた、そのきっかけを作ったというだけでも、すごいインパクトがあり功績のあったバンドだと思います。はい、というわけで今回はザ・ジーザス&メリー・チェインを紹介しました。このチャンネルでは音盤読まよいごとといって1枚のアルバムをじっくり喋るシリーズと、ジャンルを解説したりする特集企画、あと楽器も弾いたりしてるんで、よろしかったら他の動画も見てやってください。ではご視聴ありがとうございました。